ラムプーン駅は、太陽国北部、ラムプーン県ムアンラムプーン郡にある、大国有鉄道北本線の駅である。ラムプーン駅は、太陽国北部、ラムプーン県の県庁所在地で、人口約14万人が暮らす、ムアンラムプーン郡にある。町の中心部よりやや北側に位置し、駅の正面側が、市街地である。東側には、大きな工業団地があり、日系企業もある。 当駅は首都バンコクから 729.21km 地点にある。クルンテープ駅から特急列車利用で10時間程度である。一等駅であり、全列車が停車する駅でもある。1日に14本の列車が発着しその内訳は、ディーゼル特急に往復、特急に往復、急行1往復、快速1往復、普通1往復である。また駅を含む、 六プリ駅より終点チェンマイ駅までは単線区間である。1897年3月26日に大幹営鉄道最初の区間がクルンテープ駅アユタヤ駅間に開業した。1900年12月21日に当初計画のナコンラチャシーマ駅まで完成した。この頃北本線をチェンマイまで整備することなり、少しずつ延伸開業の後、 最後の工事区間が1922年1月1日に完成した。これに伴い、当駅も開業した。単式及び、島式一面の複合型ホーム2面2線を持つ、地上駅であり、駅舎はホームに面している。ワットチャーマテイうぃー。ありがとうございます。